みゆきと村沢の月曜から乾杯,ら乾杯皆さんこんばんは杉浦みゆきですはいこんばんは村沢でございますということで九<う>月に入りますなんじゃそのなんか気のないほ <laughs> っていうのは 月入ったよそう入ったんだからもっと元気にいってくださいよ、元気今日から9月の月曜日です、9月の2日でございます、そうね、はい学校も始まってねもうとっくに始まってます、そうだねはいだからもう夏休みの思い出なんかを語ってね、学校でどこ行ってきた、こう行ってきたなんてその自慢話が出ちゃって、俺なんかはもうその時にいいな、いいなって思いながらも、そそううへっちゃらだぜみたいな。 何が減っちゃうのいやなんか自分はそういうとこ連れてってもらえなくてもみたいな <laughs> でもそんな話したのってなんか小学校の頃ぐらいじゃない小学校の頃中学になるとあんまりそんな話しないよねそうでもね、うん、いたよそういう人はなんかそういうのちょっと自慢げに喋っちゃう人はあそうあいたいたいたへえ<ー>海外とか行くとやっぱりそうなんじゃないだって私たちがそれぐらいの時って海外行ってる人なんて限られてたもちろんだから学校に2人ぐらいだよね お金持ち超お金持ちのお嬢さんとかうん男の子はいなかったけど女の子はいたかな海外行っちゃう子うんなんかハワイとか行っちゃってハワイがどこなのかも知らなかったもんね中学のころの青だからそうそういや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 ハワイって言ってアメリカだからさなんて言われちゃって地球儀でしか見たことないそう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 地球儀でもあんまりよく分かんなかったこの辺かねそう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 間違いない あのなんだっけ話全然変わるんですけど、うん、どんぐらい？こないだ百八十度ぐらい変わります。うん、こないだね、なんだっけな <laughs> あの許可制になってますなんだんあの、ね、YouTube を見てたら、うん、ちょっと騒がれてた案件があって、うん、気になったのが。うん あるなんかこうフリーの女性アナウンサーが SNS でなんかその男子の匂いがあの気になるんでちょっとあのそれ勘弁してほしいみたいな感じのことをそのなんかツイッターかなんかでささやいたらそれがもうなんか大瀕縮かって大炎上して結果、フリーの女子アナウンサーは事務所契約を解除されその時になんかかって んかなんだろうな何かの、えーとまあ、イベントだか何だか知らないけど何かのまた契約が仕事が1個飛んでみたいな結果なんかそのその人はもうし仕事を失って、うん、今もう何もすることがなくなっちゃいましたみたいな感じのことが起こってたんですよ。うん、もうだから多分この放送が9月の2日なんで、まあ、1ヶ月ぐらい前の話になってしまうと思うんですけど。うんはい なんかだかだらその記事を見てさ確かにその臭い、ね、男の人が臭いとか、うん、なんだとかっていうのをね、うん、限定でもうちょっとなんとか勘弁してほしいって言ったことに関しては、うん、まあちょっと限定をしすぎだなっていう思いはあったんだけどね、うん、その公共の場で喋るにはでもほら正直言うとさ、うん、あるじゃないそういう臭いなっていうことって。でもそれってさ、うん あのまあその後に起きた、うん、あのね安子さんの,のああ中傷のねはいもうフワちゃんの話ねそうそうそうですけど仮にね、はい、まあちょっと内容は違いますけどいいす仮に誰かに対して何かそういうことを思ったりとか、うん、あの時フワちゃんで言えば、うん、それをもしディスったらこういう感じの文章だよねっていうことはまあ まず書かないと思うんですよ私は一般的にみんなねだけどまあ仮に思ったり書いたりしたとしようでもそれを人に言う必要がないじゃんそうなんだね自分で思ってたりとか例えばじゃあ飲みの席で話のネタとして言うのはまあ誰にも分かんないものだからいいけどそのテレビとかそうテレビとか SNS でそういうふうに言うと 捉え方が違うし誰かを傷つけてしまうし、うん、余計なとこをなんかえー、そうなのかなって男の人はじゃあ俺臭いかなって例えば思ってしまう人が出たりとか、うん、でそういうことを考えると、うん、やっぱり考えて発言しないと。うん 何言ってもやってもいいけど、うん、人を傷つけるっていいっていう権利は誰にもないのであそうそう,そう,そう,そういうことなんだよそですから、ね、SNS の怖いとこっていうのは、うん、やっぱりその不特定多数の人に見られるっていうことはうん、うん、それだけいろんな意見があるっていうことともっと言えば、うん、今要するにそのインターネット そのそ世界 SNS の世界で、うん、何か人がこういう発言したら、うん、こういうことを言って要するに叩き落としてやろうじゃないけどうん、うん、そんなふうになんか悪意を持ってる人もうん、うん、やっぱり一定多数いることも間違いないんだよねだからその炎上させたい火をつけたい人常にそういうことをなんか狙ってる人っていうのは多分いるんだよねうん、うんうん、そうですね、うん、だから事務所この人もさ事務所ちょっと解雇されちゃったっていうのはちょっと事務所もねやりすぎだなと俺はまあ個人的に思う。 んだけど確かにその臭いってで、ね、あのおいらのその一緒にフェイスブックとか、うん、そのツイッターとかでつながってる人の中でもたまにいるんだけど例えばその飛行機に乗りましたとうん、うん、でその飛行機に乗ってる人の足元の写真をこうアップして、うん、本当になんで靴脱ぐのかしらこういう人たちみたいな。 <laughs> 要は、おいにいがきついと、足の。なんで、私もちゃんとグリーン車の喧嘩って乗ってんのに、なんで私だけこんな臭い思いしなきゃいけないのみたいなことを、要は、その人の顔はもちろん映しませんよ、だけど、足元を映して、少なくとも、俺だったら気づくよね、その足見たら、あ、俺の足だとか、その日、履いてた靴下とかさ。 まあ,あれも多分だよ、うん、多分だけど今もうわっくさっと思って、うん、その臭い怒りを、うん、とにかくどこかに発散しないと、うん、今日一日私は平常心でいれませんみたいな状況そんな大事件なこといやその人にしてみればきっとそうなんだよ、うん、じゃあ友達に言えばいいじゃんそうそれはそうなんだよ、うん、だけど、うん、友達に言っただけじゃ気が済まねえみたいな何か <laughs> できれば本当はねおそらくですよその人にちょっとあんたマジで臭いあんたマジで足臭い靴開いてそれか足ファブリーズしてって多分言いたいんだよねその場で本当は言いたいんだけどでも言うとトラブルになるし当然なんかそんなことをこう言うことはできないじゃん現実的にだから仕方なくその SNS という空間に逃げ込むってったらおかしいけどそこで要するに ちょっと聞いてみたいなことにいとうおそらくなるんだよいや。よくない。よくないと思うよ。うんうん、だけど、まあ、幸いその人はねその、まあ、フェイスブックっていう。 まあ限られたところでねまあその友達何人かにね見れるようなところでやっているから今のところなんかそれが炎上したなんとかっていう話はまあ聞いたことはないけれどもまあその人は割と多いねその手の投稿が。だからなんで私ばっかりいつも座って臭い思いをしなきゃいけないのかしらみたいなっていうぐらいその人割とあの臭いもの当たる率が高いんだよね。 っていうかさ、あの、ま、その、率はわからないですけど、もうちょっとなんか他のとこに、目がいかねえのかなってこと。そういうこと。うん。だから、おそらく、おそらくね、その、その人はだから多分仕事で、新幹線に乗ることが多いんだろうね、飛行機とか。で、その時に、まず乗る時に、多分ドキドキしてんのよ。いや、今日は臭い人いねえかな。 いやー今日も臭い人だったら嫌だなっていうことをまず思いながら乗っちゃうから、うん、それが気になるわけよ。うん、で、うん、本来だったら俺なんかはさ、うん、的なりで相当臭い人が靴を脱がない限り、うん、例えば前の座席とか後ろの座席、まあ、ともすればその通路を挟んだ隣の人なんかが少々臭くても、うん、まあそんなに気にはならないと思うのね自分は、うん、だけどその人は。 いや臭い人いないがいた <laughs> っていうふうにその何なるわけだよ多分ね <laughs> 今日もいた臭いのがいたっていうふうに、うん、なっちゃうわけですよ、うん、多分ねいやだからだから、うん、そんなんばっか気にしてっからそうなるんだよだけどさ,、うん、何さ気になっちゃうんだよそういう人は。 はやっぱりそういうことをささっとこうなんていうの違うことになんかその変換できる、うん、その例えばなんかすごい足が臭い人がいてね、うん、なんかちょっと納豆みてえだなとかさいやそ,そしたら、うん、まあ満席だったら別ですけど新幹線ね仮に、うん、私は、うん、あの車掌さんに言ってあそこじゃなくてここ空いてますかって聞くそのじゃあ え何か不都合ございましたかお客様の席でって <laughs> 言われたらちょっと事情がありまして、うん、あそこじゃないところがいいんですって言って、うん、あじゃあ言わないんだ別に隣の人言わない事情は言わなくて、うん、ちょっとちょっと私の都合でみたいな帰っていただけますか違う席がいいんですけど空いてませんかって聞くうんそれでいいじゃんまあそれでいいけど、うん、何がだめなのまあまあいいよね <laughs> その空いてる時だったらよ、その空いてる時だったら、空いてなかったら、もうしょうがないから、マスクして寝ちゃえばいい。あだから要するに、うん、そのことに不満を持つんじゃなくて、うんうん、それを自分が受け入れて、うん、そんなに何頭に来ないで、うん、SNS で発散しなきゃいけないような状況にならないように、自分の中で何か工夫するっていう話ね、<う>今の話だと、うん、まあいいかっってて思うってこと。 だってそこにいらついたって参ったなって確かにねじゃあこの暑い時期にねお仕事されて炎天下の人でお仕事された人が電車で横に乗りますそれは部屋からシャワー浴びて部屋から出てきた私よりは当然汗かいてるから汗臭い時だってあるじゃないですかそこのお仕事終わりの方がそんな当たり前じゃん。汗流しして仕事したりとか 何かされてるわけだから、うん、って思ったら、うん、そこまでそんな誰かに言わなきゃっていうほど、うん、イラつくって,、ね、いやってなることは私はそんなにないわよってことそっちに思わない、うん、そっちに意識がいかないってこといかないというか持っていかない<ー>そりゃそうだよな暑い中仕事されてんだもんああそうなるよなって思うそんなふうに思える思うああそっか 実際だっまあまあある電車通勤とか通学してるとねもちろん大いにあります車だったらいいですけど自分だけの空間だからそうそうだから究極的に言うとじゃあ公共の交通機関を使うなみたいな話になるんだよねそんなに臭いのが嫌だったらねマイカーですよそう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 確かにそういうね考え方もあるよねだってタクシーだってねそういうこう 臭いい時だってあるわけじゃなです香水臭い時とかね香水だったりとかまあいろいろありますけどでもじゃあ全てをシャットダウンするには何かっつったらしかないじゃそうだねだからそんなんかことに目くじらをいちいち立てるんじゃないと思うのは自由だけどそれをいちいち SNS やら何やらでみんなに拡散していい気になってんじゃねえよとい言い方そうだな それじゃ一緒じゃん、その人と目線が、違う違う、だから。あ<ー>まあ、いっか、まあ、しょうがないかっていう気も。持ってき方ね。うん,うん、うん。っていうことね。っていうところに落ち着けば、自分もそこまで嫌な。うん で、外出て、ああ、いい空気だって思えばいいだけのことで。ああ、逆にそれでなんか外の空気が、いつもより美味しく感じられるうん。うん、っていうことも考え方だと思います。なるほどね。大人だね、相変わらず。<laughs> 相変わらずなんかもう、お嬢さんみたいな、主相な考え方だよね。<laughs> さんっていやいやだからみゆきじょうみたいな,、まあうん、なんかそういう考え方の人ばっかりだったらほんとトラブルもないし、うん、SNS で炎上することもないよね。うん、<ー>ささせせる必要がないもんだって炎<ー>炎上上 まあ、させたいいい人も中にはいるのかないるでしょうねで、まあ、例えばこのアナウンサーの人なんかはさ、うん、例えば匂いのことをね、うん、言っちゃった人この人なんかまあ炎上まさかこんなに炎上すると思わなかったわっていう中で、うん、炎上して事務職人になって仕事飛んじゃってみたいになっちゃってるじゃないか残念無念じゃないかそうそうだからやっぱりそれだけたくさんの人になんかこう行く拡散できるような場所にいる人はちょっと気をつけなきゃいけないっていうことで特にダメよね,ね 嫌な気になる投稿みたいなものはねちょっと勘弁してくださいとういうことだよねそう面白おかしくしたいやつが世の中いっぱいいるじゃないですかいる最近多いよね火のないところに煙を立てたがる人間もいっぱいいるじゃないですかいっぱいいるいっぱいいるだそう考えると、うん、あのー、そういうところにもうネタを提供するようなことになってしまうので、うん、やめた方がいいんじゃないですかって私は思います、うん、そうだねうん。 だからみんながみゆきじょみたいな考え方になれば、うん、この暑い夏でも、そんなにイライラしないで、うん、多少臭い人が隣に来たとて、しょうがないよ。しょうがない。 だって自分がじゃあその炎天下の中でこのくっそ熱い毎日の中ですよ外にいたりとかそうやって例えば多干症の人だっているじゃないですかいるいる俺とかね俺とかそう知らんけどだからそういういろんなパターンを考えたら逆になった時に言われたら嫌でしょってことですよご本人だって気にしてますよきっとそうって思ったらそんな別にね目くじら立てて騒がなくてもそうだよねって思いますねちなみに何俺はうん 立てないんだよなぜかっていうと自分が臭いから自分の臭さを知ってるから他人には寛大だから匂いに関してはなるほどだから相当臭くしてきてくれてもいいよみゆきじょいや何の話よあほっかいつもいい匂いだけどねいや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 まあねもうちょっとこう寛大というか違うところに目線をこう持っていくという感情を持てば イラつきとか気になり度も違うんじゃないかなと思いますね、うんうん、そういうことですねはいはいありがとうございますさあ今回はですね、うん、私の夏の思い出いはい、はい、北海道バージョンをお話ししたいと思うんですけどもはいはいはい、はい、北海道は何しに行ったかと言いますと、うん、お祭りに歌を歌いに行ったんですよあ イベント会場でステージでみゆき嬢が歌を歌うという,、はい、うお仕事で行かれたと。そうなんですあ司会が、うん、あのデビューイベントも司会していただいた俳優・ヘフォーの吉村明宏さん。吉村明宏さん懐かしい、はい、僕もお会いしてますね。なんで,ですか、はあ、で私もずっとホリップロを退社してからどっかで一回会ったかな。 でうん<ー>でうんとそれが最後で会ってなくってお久しぶりで,、うんうん、でもう一人ゲストの方もいらっしゃってああそして、えー、大沢みきおくん元光源氏のね<ー>と一緒に羽田から飛んでったんですけど二人で<ー>でまあ何食べるから始まって。<laughs> お腹減ったからね北海道行く前にちょうど夏休み中だったので飛行機が混んでるんじゃないかっていうのでちょい早めに待ち合わせしたんですよ羽田でであっさり入れちゃったんですよ荷物検査がしたらお腹減ったねってなってでもなんかどっか行ってゆっくりって気分でもないしでおにぎりセット珍しいねおにぎりとお味噌汁がセットになってるやつを 大沢くんがご馳走してくれまして2人で羽田のみんな何て言うのかな食べれるスペース見ースれてるんですがそこがなかなか空いてないところを大沢くんが並んで買いに行ってくれて私場所取りしてるっていう至って普通の席で2人で黙々とおにぎり食べて。 なんかさ朝からいつもの感じだとじゃあちょっとまずワイン一本あけるかとかビールとりあえず乾杯するかとかになりそうな感じだけど大沢君はね基本的に昼間飲まないんですよ。あそうううなななんんんそそですれを真面目というのか不真面目というのかよくわかんないですけどで二人でご飯を食べて飛んでいきましたで打ち合わせやったり何なりで本番になりました。で そうやっぱね元光源氏だっただけあって<う>すっごいなと思ったんですけど<う>吉村さんずっと司会されてもう一人の方が歌われて、うん、大沢二2番手で出てったんですよ、うん、でその盛り上げ方が<う>やっぱすごいなああお客のつかみ方みたいなのがそ<う>ステージングが上手だってこと今だから言いますけど、うん、大沢も「 久し歌歌を歌ってない、うん、私も歌ってない、うん、二人で「声出るかな?うん」どっかなとか言いながら行ったんですよでもまあまあそんなものを会場で私たちが言うわけもなく、うん、しらーっとへっちゃらな顔で会場に行ったんですけど、うん、で「おさみきおさんです」って呼ばれて「い<お>ってらっしゃい」って言って「い<お>ってきます」っつって言って<お>でもそのノリ見えないけどステージは。うんうん もうノリがわかるじゃないですかで、スターライトから歌って「うん、すごっ!」と思って<う>ですっかりもうお客さんを掴んでお客さん盛り上げて、うん、温めてね温めてその後私だったのでとてもあの楽ちんって言ったら変な言い方ですけどまあそうじゃないあ,のある程度こうねあったまったステージにこうバッと出ていくのはみんなの迎え方もね、うん、あったかいし。うん、<う>で、もうその 友達の杉浦でですって言っててて言呼び込んでくれてんバトンタッチして<う>で今回は何歌おうかなと思って「うん、お祭りにデビュー曲の悲しいな」はなーあちょっ,と、ね、って思いながらでも私夏の歌ないしなあって思いながら<う>でもその行く前に SNS とかで、うんうん、この番組を聴いてくださったファンの方も「うん 北海道で待ってますねって言ってくださったファンの方もいらっしゃったので<ー>っていうことは全部自分のあじゃない人の歌っていうのもどうなのと思って、うん、あ何曲か歌う感じだったんですか23曲ってなっててうう、うん、どうしようかなって思って、うん、まあ夏だけど8月だけどセカンドシングルの「四月列車」っていう歌を歌ったんですよ。で、うん、2>, 2曲みんな知らない歌じゃなーって思って。うん 得意のの男勲章にたんですよそうなロロックンールですねそうです特攻服の上だけ持ってって自分の歌の時は普通の格好してそれでトークちょっと入れてもらってそこで特攻服着てでお客さんギャッハハ笑ってて「何して出すんだこの女」みたいなでもそれでそれ着てステージを降りてって「皆さん一緒に」っていうノリで結構私たちの年代は。 男のクッション知ってるじゃないですか。で若い方は今日から俺はあのドラマで知ってる方も多いから、うん、幅広いんですよ年齢層がかかだからその方がみんなが飽きないで楽しめるかなと思ってで降りてって、うん、で一緒にいつつ皆さん結構一生懸命歌ってくれて<ー>めっちゃ楽しかったです。<ー>ででちょっと後ろの方の方方が油断してたんで、うん 油断しててますねっ,て <laughs> っはいちゃんと歌ってくださいって言っておんおんで結構皆さんちゃんと歌ってくださってあほんとへなかなか合唱の突っ張ることが男のって入ります、ね、あなんかいい感じだよ、ねうん。うん、お<ー>でお客さんもずっとも,うなんかあのもっと早い時間から、うん、ビンゴ大会があったりいろんな長時間そこにいらっしゃる方もいらっしゃるので最後花火大会があるんですよ。うんうんうん なのでもう長時間そこに黙っていてもやっぱ疲れちゃゃうじゃないですかだから是非皆さんで歌いましょうって言って歌ったんですけど<ー>だから皆さんの温かい気持ちと、うんえー、私の気持ちが一体化になり。うんうん 盛り上がる楽しい夏祭りが過ごせたとい、うん。なるほど、なるほど。はい。やっぱりそう、生のステージってこう、なんていうの、お客さんと一緒に作っていくものっていうかね。そうですね。うん。やっぱお客さんのノリ一つでこう、アーティスト側もね、うん、ちょっと変わるもんね。モチベーションがね。そうだよね。そうですね。そういう意味ではやっぱり大沢さんっていうのはすごいんだね。すごいですね。うん。あのー、改めてすごい感じましたね。やっぱり経験と、 その光源氏の前のイーグルスってグループから、うん、彼はやっていますけどやっぱその経験とその自分のモチベーションの持ってき方というのかな、うん、すごいなって本当思いましたねスイッチがねなんかある方なんだよ、ねうん、そうだと,思います、ね、とあとやっぱサービス精神がすごいなと思って一度僕もお会いした時に、ねうんうん、やっぱりなんかこう笑顔でほら挨拶してくれた時にも、うんはい、なんかこう なんていうのこっちが緊張しないようにいろいろな話を自らなんかこう、はい、振ってくれるというかねそういう優しい方だったよねそうなんですよ大沢さ,さんってね。でねそんな大沢君が 1>,、うん、1週間前ぐらいかな、うん、私たまたまインスタを見ようと思ってぴょ、うんピョンって押したら「うん、大沢未来をライブ中」って書いてあったんですよ。おおおお 大わいしんやってやがるだと思ってそれがね夜の11時半ぐらいかな12時ぐらいかなで初め黙って入って見てたのそしたら彼はきっとお家じゃないかなあれお家でやってて黙って座ってまあその前喋ったのか知らないですけどずっと皆さんのコメントすごいコメントの数だから読んでってるんですよ で「ありがとね」とか「それはこう」とかって返事をしながら配信やってるんですけど黙って見てんの飽きたから「おいタコ」って入れたのなんかよくわかんないけどなんで「おいタコ」なのみんなタコって私しか多分いないんですよみきおのことを「タコ」って入れそりゃそうだろうねみんなもっとだって綺麗なコメント入れるでしょもちろんよかっこいいとか素敵ですとかそうそうそうみんなギャーって入れてる中「おいタコ」って入れたら一瞬コメントが止まったんだよね 誰だこの人になるよねファンの方からしたらねタコって言ってるの誰だみたいなそうでまたちょっと一瞬とまたガーコメント入ってって誰もそこには触れないのよなんかディスってる人間が入ってきたと思ったんじゃないあそうじゃないのんかファンの方はね炎上させようとしてるみたいなそうでみきおもそれを拾わないわけですよおいタコは知った方が面白くないなと思ってひたすらばあかとか入れ倒してで私のインスタってあの 顔は私なんですけど、うん、杉浦みゆきで書いてないんですよ、まあ。海になってインターネットのショップ名で、はいはい、昔のそうやってた時のショップ名で入ってるので、うん、写真を見れば私だって分かるんですけどだから美きも多分分かんなかったんですよ。うん、で何,か何個か入れてったらその 見てらっしゃるファンの方ががあ、みゆきちゃんが入ってるみゆきちゃんだあ本当だみたいな。ってなって、そしたらそのコメントをばーってみきょうが見ててみゆきちゃんってどこのみゆきちゃんみたいな。杉浦みゆきちゃんだよって、で、そのまた丁寧なファンの方がうんとこの写真みたいなのを撮ってなんか入れたんですよ。そしたら、やっと気づいたんですよ。 で初め誰かと思ったギャーってファンの人たちが盛り上がってて、変なコメント入れる人がいるなと思ったんですみたいな、そりゃそうだわなって、みんな大好きで見てんのにね、たーこーカとかってやってるわけだから、しっかり起きろとか、いろんなこと入れたから、しっかり喋れとか、滑舌悪いとか、いろんなこと入れてて、私だって分かって、みきょうが、いやいや、あいつ今、海外行ってから、こんな見るわけないとか言って。 嘘ばっっかかきててと入れたんですよそしたらファンの人たちもギャーって一緒になって盛り上がってて隠れて見てんじゃねえよとか言って言うから画面の向こうで喋るわけにいかないじゃないですか喋れないからだから隠れて見てね堂々と見てるよばーかって入れてそういうやり取りをギャギャギャってやっててそしたら。 みんなにご挨拶しろよって言うから「みなさんこんばんは杉浦みゆきです」って入れたらみんなまたいいファンの方たちで「みゆきちゃんこんばんはこんばんはこんばんは」ってギャーって演じくれたらみゆが一人ぼっちになったんですよ今度あ本当こっちで始まっちゃったからそうそうそうこっちでみんなで会話しちゃってるから「それんだよ」って全部みゆきにコメントじゃねえかってなって「じゃあ俺しばらく見てるわ」とかってインスタライブ中であいつずっとこう傍観してたんだ 黙って見ててそっちでやってくれってそうそうそんなこんなのありながらなんか楽しい時間を過ごしましたけどまあねなんだっけ元の話北海道の話そうですそうですそうですだからそういう違う一面も見ながら素の面白いこともありながらそうだねううん。ん。そういう友達とのこう分かっ で、でも、目にしてない部分って、きっといっぱいあるじゃないですか。そうだね。改めて、なんか、その仕事現場というか、うんうん、なんか、こう、見たら、あなんか、やっぱり、なんだかんだ言っても、その。一時代歴史を作ったね。うん、ね人たちだから、っていうこと。うんうん、で、まあ、ね、自分で気づいてないかもしれないけど、やっぱり、その。 カルゲンジもそうスギー・ウ杉浦右が来るっていうことでやっぱりその北海道の人たちは、うん、やっぱりその80年代のアイドルトップアイドルだよねがこっちへ来てやっぱ目の前で歌を歌ってくれて、はい、しかも特攻服でみたいな話だからそれは嬉しかったと思いますよ北海道の方もね喜んでくださったら嬉しいですけどおいしいもの食べてこなかったの北海道では全部美味しかったですよ、うん、あんまり時間ないからそうか日帰りで行ったの一一一泊泊泊ぐらいはしてでですね<ー>北海道一泊で、うん カニとかお刺身とか、あと美味しいす、めっちゃ美味しいラーメンいただきましたね。ああ、そうなんだ。味噌ラーメン。やっぱり味噌ラーメンがうまいんだね。北海道。うまい。まいったっていうぐらい美味しかった。あ、そう。絶妙でしたね。いいね。うん。そうやって。もう新潟、青森、北海道、すべてが。あの、海の幸。がいっぱいで。その前の福岡もそうですけど。もう全部が美味しかったですね。 まあそうだよね飲むのも大好きだし食べるのも大好きだからねそうですねだからこれでもう1か月ぐらい何も食べないで生きていけんじゃないかと思うぐらいおいしかったですなんだでもいい仕事だなそうですねおかげさまでおかげさまで俺が言うのもあれだけどいやほんとよほんと楽しかったですねよかったよかったでもだからもうその8月振り返りますとその1週間は結構ガッと バタバタ動いてましたけどお盆ぐらいからですかね、うん、はもうのんびりふうと過ごすような感じになっているのでね。ということで、あはい、やばい、まとめる前に終わっちゃいますけどそんなことですそれでは今日もお疲れ,お疲れちゃーん。おめん私が一